今日はこちらの SP タイプのセルフイメージの紹介をしたいと思います、はい。紹介させていただく本はカーシー博士の、Please Understand Me 2です。はい。セルフエステムインアーティストリー、自尊心の芸術家気質っていうとこですね。アーティスト気質の自尊心は自分自身と他者から芸術的な生産の迅速化と即興性に長けていると見なされると特に最も大きくなります。ほとんどのアーティスト気質の人は行動において優美である自分自身を提示するのを楽しんでいると。その誇りの感覚は流動的に美しく自由気ままに行動できる能力から生じています。ジョン・アップダイクは登場人物のラビット・アングストロムが遊び場の10代の若者たちとバスケットボールをする場面でこの演技の誇りを捉えています。でここでちょっと引用に入ります。はい。彼らは息を潜めて見つめていると、彼は目を細めて狙いを定め足元を注意深く設定し胸元でボールを神経質に振り、一方の手で上に上げもう一方の手を下にして我慢強くボールを揺らしている。そしてボールが右のラベルを乗り越え膝が沈むと肩から放たれ、それはリムの中に落ち込み繊細なささやきとともにネットを打つ。手に宿るタッチがまだ生きていることに興奮する。解放された気分になる。おおと誇らしげに叫ぶ。それを見ていた子供が運だというスキル。 He says 彼は技術だと答えたと、はい、ミッチーですね。はい。まあみんなじゃないですか。で結局そういうところを意識してるって話ですよね。 SP はね。 SP はでそれを技術だと、うん、技術にこだわってるって話じゃないですか。シュートをするためにこれをどうした方がいいのかっていうのを。なるほど、はい。僕は運だって言われたら、はい、神がついてるからね、はい、って多分言うんですよ、はい。あ、多分こだわってもないでしょうし一方アーティストの気質の人にとって最大の恥ずかしさの源はある行為を下手に不器用に行うことだと。ダンサーのマーク・グラハムが行動における身体の物理的な使い方と呼ぶものの欠落だと。このダンサーマーク・グラハムが彼女のトレードマークである流動的な優雅さを持ってダンスができなくなってしまったような老いを負ってしまった時、巧みな技術の喪失にフラストレーションを感じましたと。身体の魔法のすべての素晴らしさ、すべての意識はどこに行ってしまったのだろう。時々恋しくなるのは生命に会いに行く熱意、好奇心、本当に動ける時に感じる脅威、完璧な第一ポジションや完璧な5番目のポジションに向かって仕事をすると興奮と熱狂、周囲の全ての人を忘れることがある。生命に躍動するこの期間に完全に見入っているのだ。アーティスト気質の人の芸術的行動と理性的気質の人の効率的行動を混同するのは誤りです。多分この理性的っていうのは若干 NT のことですかね。効率性は入力と出力の割合で測定されます。最も少ない努力で最大の結果を出す行動が効率的であり、 NT はその効率性を誇りに持っていると。対照的に SP のこの優美な行動っていうのはパフォーマンスにつぎ込む努力に関係なく SP の自尊心を高めると。アーティストは活動を装飾するために必要な努力を何でも費やし、パフォーマンスをスタイリングし、自分の芸術性を限界まで推し進め、流暢者が得られるまで失敗を繰り返しますと。少なくとも NT の目にはその過程で努力を相当無駄遣いすることがあると、まあ、そうやって見えるんでしょうね。 SP のそういう行動が、うんうん、何やってんのって、うん、もういいじゃん十分だよって、うん、
例えばダップダンスの天才サビオン・グローバーがダンス団とナンバーを振り付けているとき、リハーサルを効率的に進めることよりも自分の動きがより豊かにすることをはるかに気にしていることがわかると。なんで、まあ、ある例で出ているのはもうできたじゃんで、みんながやめようって言ってるときにもう一回やろうって、はい、で振付師が言うみたいな、うんうん、まだ甘いってことじゃないですか豊かではない、はいはい、っていうのを読んでいるときに体調に、はい、あのこの動画を撮るときに初めはなんかこういうこと喋ってみたいな、はい、打ち合わせみたいなことを やってたんですけど昔は、はいはい、それめっちゃ面白いですやんって、はい、思ったことを、はい、本番に2回目はね、はい、この人は言わないんですよ、はい、言わない傾向がある、うん、なのでやめたんですそれを、はい、一発目の方が面白いこの人は、はい、即興の方が絶対いい、はい、動画で泣く人がいるんですから分かってくれるんですねって、はい、でもなんか即興っていうか、はい、一発目じゃないと、はい、だからトーンが下がる気がするんですよねあ、2回目喋ってるみたいなあ、なるほどあ、これさっき喋ったやつ、これ喋らなきゃいけないんだったなっていうノリで喋るのでそうなんですね、トーンも下がる気がするんですよね、はい、僕はそれを普通にやるんですけど、はい、でほらさっき言ったじゃないですかみたいな、はい、でやってるのがちょっとバカバカしくなって、はい、っていうところからも、はい、あ、なんか体調はあの NS っていうのは X だったんですよね、はい、S やんって、はい、カーシアカスの測定で言うと、うん、S だねって思いましたが、はい、聞いててどうですか。まあ、うん、まあ、そこまでこだわりはしないですけど、スポーツとかもはいはいはい、はいはい、でもその納得するまでとか、はい、あ、でもそれは分かりますね。我々ウクレレの動画撮ってるんですけど、はい、ちょっとこだわり方が違うんです。もう弦をギターと同じセッティングにしたんですよとかやりだすじゃないですか、はい、で明らかに習得も僕よりも早いんですよね、はい、これは SP なのかななんて僕は思ってますけど、まあ、そうかもしれないですね、はい、まあ、こだわりこだわり、はい、ここはこう弾きたいみたいなのがあるじゃないですか僕にはないですけど、はい、僕は、まあ、どう見せるかはあるんですけど、はい、かななんて技術って言いたいんですよ、はいはい、そういうところ、はい、っていうところでこのまずはセルフエステームの項目が終わりました、